本殿空楼、前殿、首楼天文地図五千頭の竜が昇る、聖天宮は、埼玉県坂戸市塚古市にある台湾の道教の、道館である。五千頭の竜が昇る、聖天宮は、台湾の伝統宗教、道館である。道教の最高神、三世道祖と道教の神々が祭祀されている。五千頭の竜が昇る、聖天宮は、台湾出身の広告の李広法師が建立した。 大坊氏は若くして富士の大病を患ったが三世同祖に祈願し七年の闘病生活を経て病が感知した。大坊氏は感謝の気持ちを抱き他の多くの人々も自身と同じように三世同祖にすがれるよう宮を建てることにした。混流地を探していたところ日本国際多摩県坂戸市に混流するようお告げがあったため同地に 聖天宮を建立することになったという。五千頭の竜が昇る聖天宮は1981年より着工し、15年の歳月を経て1995年に開け病した。現存する道館としては日本国内最大級である。装飾品は台湾より運び、台湾の宮大区によって建造された。本殿、前殿、天文、空楼、主楼、 客帳、行事場、中庭、前庭、ことぶき近庭、外苑、休憩諸島。三世同祖、南都政君、北都政君、四世代元帥と多数。ありがとうございます。